さで両国国歌の吹奏がありました。がぜんこれで対抗戦ムードが盛り上がります。まあ、3対3の交流戦という表現がされているわけなんですが、両陣営分かれました。日本のそしてフィリピンの、さらにはシュートとチームラカイのそれぞれの看板をかけて戦うことになります。さあ試合がスタートです。赤いトランクスがワナマ、白いトランクスが黒沢です。まずはストロー級の一戦です。黒沢ステップを踏んでいます。まあ、先ほど長男さんがおっしゃってたように、このストロー級という階級、今ワンがやっぱり一番この選手陣容が揃っているということでよろしいですかね。はい、そのワンチャンピオンシップでチャンピオンを、まあ、輩出している強いチーム、それがチームラカイです。まあ、パラエストラ松戸も、ね、前チャンピオンの伸田選手もいて、まあ、そうですね、ライバルのチームでもあるんですね。で、体格的にちょっと黒沢選手も大きく見えますね。世界の軽量級の、まあ、最先端をですからアジアが行っているということになります。ですから、まあ、ジョナさん、アジアでこれ一番になればもう世界で一番という考えにもなるわけですか。そうですね、競争率が一番高いのはアジアのストロー級だと思いますので。高井さん、はい、やっぱこう国際戦というのはこう独特の緊張感ありますね。そうですよね、まだちょっとお互い距離つかめてないかなって感じなんで、まだもうちょっとね、様子見たいですね。はい、左と出しました。黒沢のパンチです。ジェロマ選手も早いですね。早いですね。高井さん慎重です。パンチは簡単には当たりません。ハイキックもガードしました。黒沢慎重ですね。ですね。あー、左フックを打った。黒沢、いやちょっと悔しいですね。今黒沢選手一発ありますからって言おうとしたら、あー、その前にやっちゃいました。一発入れられました。いや、見事です。見事な左カウンター、一発で決めた黒沢亮平。軽かったですよね。スポーンと入れて。ただいまの試合、1ラウンド2分17秒、1ラウンド2分17秒。高井さん、はい、これ黒沢狙ってたんですかね。どうでしょう、どうなんでしょうね。僕ちょっとね、何が入ったか見えなかったですね。最後左フックだと思うんですが、クロスですか。あ、右ですか。あ、右だったんですね。メダルが贈られます。いいですね、これ狙ってたのかもしれないですね。黒沢選手、バッチリフックですね。こめこめ一発ってやつですね。まあ、その後ちょっと頭もね、これは偶発的ですが当たってましたが、右のフック、上野選手負けたんですけど、まあ、なんか打撃とか思い切り良かったんでね、また日本に来てもらってちょっと試合になったら見たいですね。そうですね、今回シュート初めてでしたが、あ、内藤伸太も今ケージの中入ってます。幸先のいい一勝を挙げました。今ワナワンもようやく立ち上がりました。ちょっと本人もね、何が起こったか今呆然自失という感じでしょうか。あ、ホライアンの姿もありますね。元ライト級チャンピオンです。ワンのライト級チャンピオン、さすがライト級チャンピオンのホライアンの姿もありました。もう一度ではスローで見ましょう。本日はご来場ありがとうございます。とりあえずシュート代表として仕事できたと思うんで、あとは2人に任せたいと思います。そして、ワナマン選手、遠くから来ていただいてありがとうございます。以上です。ありがとうございました。見事な勝利、黒沢選手に今一度大きな拍手をお願いいたします。長男さん、はい、立ち上がりはお互い慎重だったんですけど、はい、そこから一瞬で決まりましたね。
にフック、その後まあ左打つときにはもう相手は倒れてました。試合タイムは1ラウンド2分17秒でした。黒沢選手は注目ですね。この階級でこういう一撃持ってる選手なかなかこんなにいないので、はい、元世界チャンピオン黒沢亮平、まずはこのシュートに1勝をもたらしました。